TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 どうもクリス・ペプラーです。今日は3連休中日、明日は敬老の日ですが、私もあと数年すれば祝ってもらえる年になってきていますね。よし、早く敬老なんちって。それでは今日は9月14日付 TOKYO HOT 100 のトップ5をチェックしましょう。5位はテイラー・スウィフト、 Shake It Off。 テイラー先週と順位変わらず。おっと、王座陥落です。4位はマジック、ルード、それでも僕は結婚する。先週1位から3ポイントダウン。1位は通算3回でストップ。3位はアリアナ・グランデフィーチャリング Z、 Break Free。 アリアナ動かず。順位は先週と変わらず。2位はサザンオールスターズ、東京ビクトリー。先週6位からトップ目前。ということで最新の TOKYO HOT 100、てっぺんが変わりました。1位はと言いますと、アルバムセールスが加算され、マルーン5がナンバーワン。マルーン5、マップスと。これが最新のトップ5。次回マクドナルド TOKYO HOT 100は9月21日日曜日、ゲストに赤い公演をお迎えします。さらに木村カエラの新曲を抜け駆け先駆けオンエア。早く敬老。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100。